こんにちは、青森市の古着屋を建てる男です。その友達です。はい。そして2です。出てくるよ、アルティメットマとか掘るやろ。それ変えればやる。あ、ラッシュみたいな。いや違う、ラッキートリガーの。あ、ラッキートリガーって何？ゾーンみたいな感じ。まあ言ったらそうだもん。あ、そういうこと。うん、やっぱあの間に悩んでるね。難しいよね。ちょっと待って。俺パチンコのテナント探してないから。ずっとパチンコの話してるけど。違うの。パチンコ駅前に出そうしてないから。じゃあまずとりあえず中散歩しとるわ。まあ大体古着買うのって高校生とか大学生とか、あとは俺らぐらいのね、年代とかだもん、ね。まあ俺らのぐらいの年代だったら。車あればどこでも行ってます。まあ、飲み物片手にアイス飲んで。うわ、最高じゃんそれな、そのセット。アイス食いて。アイス食いて。初めて買う。まだ無駄遣いしてこの人。100円だから。100円は無駄遣いに入んない。結局狙いはまあジラーチがな。ほうほう、こういいね。次は残念ね。まだまだこれ汁出して絞っていい。黄色星。え？ジロジロジロね。でもかわいいな。ピチューはいらない。ギザ耳ピチューなれ方ね。ギザ耳ピチュー確かに夏。もう一個買いたくなる。ポケピース買ってきました。やるリピートアフターミーやな。、うん、こういうのって一回じゃ終われないのが人生。まあ男ってもんだよ ね。黄色でしょ。おっとジラチって黄色なの。ジラチ黄色じゃない、水色っぽいね。お、え、ジロチじゃない。ジロチじゃない。おお、おお、感激した。えぐいよね。やっぱ男にはね、やっちゃダメな時があるから。すげえ、めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛い。髪いいじゃん。悪くない。うん。あ、新、まだ新しく。金やめました。なんか今はこう流行ってるよね、この髪。色、ベージュみたいな。これベージュに見える。見える全然。ピンクっぽいけどね、なんか。あ、いや、こっちも言ってたピンクっぽいって。あれ、なんかこれ毛先がピンクっぽいんだかな。いや、いやだ、見方。なんだ、筒の見方。何ぞこいつ。バルガスの新しいサングラス。ルールドス、ルールドス、ルール。まあ、キックボクシングで。俺 YouTube 見て、喧嘩勉強するわ。喧嘩独学。え、どういう感じの YouTube 見るの。なんか、まあ、ニワトリの喧嘩独学。喧嘩独学や。広すぎの駅前っていいかもね。それこそ、桜祭りもあるしさ、観光客も汗かいたから服買おうみたいに言われるもんね。なるかな。なるかな。汗かいたから服は出してないけどね。三玉の釣りでおしゃれして撮りたいってなった時に、確かにすぐ買いに行けるもんな、駅前だったら。あれあるわそれ。だ？ある？三玉でパンチングゲームやりたいって時に、うん、デニージャケ着てたらさ、うん、動きにくいから、うん、T シャツ買いに行こうみたいな。無げえよデニージャケ。デニジャケなんか着てないパターンもある。ねえよそんな。スギちゃんだけ。今年もデニジャケ着て、めっちゃ着てえわ。え、今年デニジャケ着たくないの？あんまり。今年はあんまり、あ、カス。そう初めて行くのとかも分かりづれんだよ。はい。ちょっと代行代もらっていいですか？これがねえ、ねえな。イガメンチもおいしそうだな。酒に合うだろうな。ガーリックポン、おいしそ う, そう。じゃあこれやっぱこの階段盛りもめっちゃうめえよな。海鮮麺はいいな。マジ飲みてえ。マジ飲みてえよな。あれあれじゃあこうあっ、えいいんじゃん。え、めっちゃ広くね。こういうふうに、え、ここめっちゃ広くね。バが高そうじゃね。バが広いじゃん。広いね、もうあれよ。すげえ。あんま広くね。あんま広いね。トートタッケン。この場所でこの広さ、えぐいペよ。賃料、はい、月20万です。やります。えぐい。やっぱこう、え、駅前高えな。広すぎるのもやばいね。服の量えげつねえことになるけど、あれ、こうもう店舗あるんや。あ、こうめっちゃ行くね。
ここめっちゃいいぐらい、めっちゃ見えるじゃん。献血のついでに血なくなってフラフラした状態で買いに行く。献血してる最中に看護師の人を見せて血拭き取ったら買いに来ればいい。完璧、ね、で行きましょう。はい、20万いざおす。なんかせめてもさ10万とかさぐらいにしてほしい。それいいか、せめてもね、うん、10いかが望ましいやん。まあできることならここ押さえたいよね。あっち側、あっち側ないね。ないなんで、もう飯はめっちゃ入ってる感じね。あ、入ってる、あ、入ってる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 、めちゃめちゃいいよ。テナント募集中って書いてある。えぐいっす。広っ。家みたいっす。確かに家だな。えぐいっす。これ1回バーにして2回するギアだな。これやっぱ1、2階だわ。込みなんだ。うん。で、44万。はい。どうしましょう。イエス。諦めましょう。ネットで何個か調べてみて、不動産屋行ってきます。その方がいいんですか、うん、歩くより。そっちの方が早いわ。ごめんミスった、うん、でも環境は良かった。やっぱあの、うん、駅前の感じ、うん、すみません、まだ次の動画で、はい、ごめんなさい。ありがとうございました。どうも、青森一の古着屋を建てる男、リョーマです。というわけで、今研究で動画回してないんですけど、前回か弘前駅前を散策してどこがいい物件あるかとか市場調査を行ったんですけども、さすがに距離的にきつすぎなので、僕その後インターネットで検索して、で結構ないんだよね。であってもめちゃくちゃ高い駅前40万とか、不動産の先輩に相談したらやっぱりネットに載ってるのは意外とないよっていうことで、その不動産会社のホームページに載ってたりもするよとか言われたんで、いろいろ調べたんですけど、なんと1個ありました。いいとこで、そこが次の月から内見できるってことで、でもう予約も結構殺到してるぐらいいい場所で、いい値段で、内見を1日にしてくださいっつって、もう1日のもう朝1行きますっていうことで、まあ意外とサイズ感もめちゃくちゃ広いわけでもないですし、なんだろう、場所もめちゃくちゃいい、で値段も希望の金額ってことで、不動産屋の人と話したら、このあと午後にも内見の予約入ってるし、で今月中結構内見の予約入ってるから、例えば今日の午後来た人が、あ、ここにしますって言ったらもう契約できませんって言われたんですよ。なんでここ契約しますって、1個目の内見したとこをそのまま契約した感じになりました。契約はもうしてきたので、後日鍵もらったら、まあ、メンバーを呼んでお披露目会ということで、この次の動画はそれになってますので、VTR どうぞ。ということで、はい、救急呼び出しくらったということで駅前に来ております、はい、で、まあ、前回見つけられなくて、うん、で諦めなんですけど、うん、見つかったのかな、はい、でなんかまだエアコンとかないらしいんで、そのいやグッタンクトップで来てくれということで、今現在タンクトップで来てます。はい、じゃあ行きますか早速。はい、行きましょう。暑いんで、はい、行きましょう。ちゃんと見つかりました。決まりましたか。おお、しかも場所、え？あそこ、この前のね、44万の向かいの通り、えぐいやん。後ろから真っ直ぐ来たとこね。めっちゃいいやん。じゃあワンドが見てなかっただけってこと、はい、見落としてたってこと。その向かい側にありました。すいませんでした。はい、結構ここなんだけど、見たことないこれ、この建物。あー、確かに。あー、まあでもあるな。この1階です。あ、1階こんなに車庫、これはこれは2階で別の人が、ああ、じゃあ入っちゃダメなんだ、勝手に。なるほどね。で、この1階です。おお、これこれです。まあまあまあ入りましょうや。死ぬほど暑いんで。死ぬほど暑いの。ドレスコロタンクトップです。なるほどね。ちょっとまあ人多くに行けばもう一度分かりやすいわ。
昼もちょっと動いてみる。ああ、それ一番奥そこ？うん。ああ、これも入り口立ってるから。こんぐらい。ああ、結構でも。意外とあるよ、2階。あ、あるある。物置はもっと狭くなるかな。まあまあまあね。街よくある古着屋ぐらいのサイズかな。おお。まだ何もない。殺風景。何もない。こんな感じなんだね。テナントって。これ、空調系は着く予定はあるんですか、さすがに。なるほどね。ああ、こういう人なんだね。おお、ぼぼぼ、何してん、びっくりしたで、クーラーはいらないです。なるほどね。なんでお前それ詳しいんだよ。あーちーこれいいね、なんか涼しいの。そこ涼しい、こっち何も涼しくねえ。今日風いい。実はルイとね、内見は来たんだけど、まあね、ちょっと白濃い感じだったっすけど1日にルイと内見は来たんだけど一旦ね。あ、ちなみに駐車場とかはあるんですか。あります。横についてます。お、あなたたちが止めてるとこです。なるほどね。ここ駐車場になるんで、ここに止めとけと。ここに止めとけって感じで、埋まって、まあ埋まりすぎるから、うん、だよな。大盛況期したらどうすんの。そういう場合は、まあ、隣やります。隣。あー P ここの P 安いよね。ここ P 安いっす。全然安いっす。100円、30分100円なんで、まあ、大体作って6時間は見るから、まあ、大体500円っすね。いいですか。6時間は多いやろ。大体普通のやつ2時間や。多いやろ。まあ、でも500円なんだね。でもうん、安いじゃん。全然ワンチャン泊まれるでしょ。ワンチャン泊まってもいいや。500円で泊まれます。泊まれます。女の子限定。おい、20歳から35歳まで。はい、よろしくお願いします。フィンダーの絞り方やん。え、その感じなんだ。その感じなんだ、うん、あ、そのあめでした。あ、もう最近したけど、もうやめたけどな。あ、出会い見つかったんだ。顔ちょっと行きたいな。まあ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 、ね、まあ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 。お客さんね。ここにいるわ。うん。ああ。パチンコじゃないよ。これ違うんですか。これあの1クレーン100円とかやらない。そこに立ってるでしょ。じゃあ、番付でついにテナント決まるところまで来たんで。いえ、よかったです。あとはもう内装工事して服仕入れて仕入れて行きましょう、うん、まあ、こんな感じで青森市の古着屋ができる奇跡をどんどん配信していきますので、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。青森市の古着を作る男、龍馬です。青森市の古着を建てる男、龍馬です。おはようございます。青森市の古着を作る男、龍馬です。どうも、青森市の古着を建てる男、龍馬です。青森市の古着を作る男、龍馬です。